はい、お願いします。はい、それでは今日はニットの日ですね。2月10日、はい、ニットの日です、はい、いやー、オールニット日本がね、今週第40話をお送りしていきますけど、はい、収録を2月10日にぶつけております。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。スペシャルゲストで上から新潟から中継でつながってます横山さんです。そして8ヶ月ぶりの登場ですね、5月ぶりの登場の美州産地から彦坂さんです。よろしくお願いします。そして MC は、産地の学校ファッションキュレーターの宮浦と島田です。お願いします。40話今日やっていきたいんですけど、産地の学校の YouTube チャンネルオールニット日本ですけどね、はい、産地を拠点にしてものづくりをしてる、ブランドされてるお二人をゲストに招き、いろいろお話を聞いていきたいんですけど、今日急遽ね、昼のクラブハウスで決まりましたからね。そうなん、ありがとうございます。もう本当にクラブハウス様々で盛り上がりましたね、さっきのクラブハウスは。そう、ニットの日だったので、みんなニット、どこがニットの好きなのって話をしていって、話がどんどん広がって、産地でこうブランドをやるっていう風に広がっていったんですけど、簡単な自己紹介、じゃあ改めて新潟の横山さんから簡単な自己紹介お願いします。はい、新潟で新潟の伝統的な素材だったり技術を使って、洋服を作ってる横山です。ブランド名は、ブランド名はチューリップエンメンセンっていう名前。チューリップエンメンセン、はい、はい、オランダ語でやってます。なんか新潟のチューリップ、県下であって、ここら辺の近くがチューリップのビジネスを始めたのが一番最初なんですけど、うん、でオランダとなんかこう球根とかをこう交換したりとか、品種とかのそういうのをちょっとやっていて、そこからオランダ語を用いてやってるって形です、うん、なるほど。で、お店もやってるんですよね、新潟で。そうです、お店です。今日もうまだいろいろ前展示してたんで、ちょっと今ガラガラですけど、うん、こんな感じで、ね、サプリエとお店がくっついてる感じです。お願いします。新潟市を拠点に、はい、ブランドやってる横山さん、チューリップメンセンの横山さんですね、はい。そして8ヶ月ぶりの2度目の登場なんですけれども、彦坂さんも簡単な自己紹介改めてお願いできますか。はい、美州産地といいまして、愛知県の一宮市を中心に栄える、毛織物を中心とした産地なんですけども、ウール素材を扱って、自社でも生地または服っていうものを製造しています。で、あとは自社ブランドも3つ、手掛けていまして、コートのブランドだったりとか、カットソーのブランド、はたまた生地のブランドだったりっていうものをやってます。で、それとまた別でプロデュースさせていただいているブランドさんもあって、今回峰村サフォークっていう、長野県の羊を使った、セーターのプロダクトも行っています。で、うちもですね、実店舗を構えることになりまして、4月22日にオープンするんですけども、はい、もうすぐですね。宮原さんもこの前お披露目会来ていただきましたけど、新見本工場というショップ兼、ショールーム兼アトリエですね、はい、こちらの、の今事務所ですね、ここは自分の仕事場から、中継しております。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。クラブハウスで出会って、まさにこの2人が並んでるということは、産地を拠点にブランドをする、こうファッションのデザインをする、そして産地でこう店を開いて売るというところまでやってるお二人なんですね、共通点が。彦坂さんは産地の学校の先生としても、はい、お力を頂いてるんですね。お世話になってます。僕は店頭で見たことあります、チューリップさん の商品を。栄の、名古屋の栄の、アパートメントストア。あ、そうそうそう、アパートメントストア。こう縦書きのロゴというか、掛け札というかですよね。あれすごいかっこいいなと思って目に入って、だ結構前から、 4,5 年前から。あ、はい、そうなんですね。あ、はい、ウイさんとか知り合いです。あ、ウイさんはもう、そうですよね、タレントメンバーですね。一緒にいろんな美酒を盛り上げる活動をしている、はい、岩崎。この後も岩崎さんと一緒にラジオをやるんですけど。あ、そうなんですか。はい、そうです。
去年なんか新潟で祭事があってウイさん来られて、あ、はいはいはい、あ、行ってました。飛行機でなんか飛行機からあの写真撮ってあげてました。で、はい、なんかその時一日オフがあったんで一緒にいろいろ新潟回って、はい、あ、そうなんですね。今日ここにも来てもらってって感じ。あ、仲良し。はい、共通でありますね。あるある、はい、ありますね。つながってますね、うん、横山さんのチューリップはブランドいつからでしたっけ？5年前、2016年ですね。16年からブランド始まって、うん、まだ多分東京にいる時に出会ったんだよな僕。いや多分僕も初めて、うん、で新潟でやってて、でもそう産地の学校っていうのができて、でも共通の知り合いの津田さんから宮原さんを紹介していただいて、そっか、そっからですね。あの頃もじゃあもう新潟は拠点だったんですね。もう拠点です。もう帰ってました。ああ、東京で。それまでは東京の方に行って、その前に熱海にいたんですけど。ね、熱海にいましたよね。そっかそっか。どうですか、その新潟を拠点にして、新潟のこうテキスタイルとか産地を生かしたブランドだと思うんですけど、はい。その新潟を拠点にしている新潟の魅力とかって、どんな地域なんですか？新潟の地域は結構、うん、うん、僕が使ってる素材がもともとこう野良木だった素材とかを使ってるので、うんうん、で結構色が素朴なんですよね。基本的にやっぱ定義があって亀田島っていう素材なんですけど、なんか簡単に考えるとクルメガスリみたいな考え方をしてもらえればいいんですけど、うんうんうん、で縦縞の生地で、うん、でそれを使ってて絶対インディゴを使わなきゃいけない。あ、インディゴで染めるんですね。縦糸はインディゴにしなきゃいけないっていう決まりがあって、うんうん、それはなんでかっていうと、お米を育ててるときに水の中入るんで、その中の虫とかが藍の匂いとかで寄ってこない、っていうことでそれが採用されてて、で1回なくなった伝統産業なんですけど、うんうんうん、で1個復活してそれを使って洋服を作っていて、うんうんうん、だから全体的に考えて色が結構素朴だったりとか、うんうん、あの色味っていうか素材感もかなり素朴、ツヤっとはしてない。うん、その今ブランドのインスタグとか見るといろんなこうアイテムが見れるんですよね。はい。え、ニットは、うん、ニットは5000の方で。ニットは5000の方で。はい。出ましたね、5000。売ってます。うん、5つの泉。そうです、水が綺麗ということで。もともとはでもシルクの工場はいっぱいあったんですけど、うんうんうん、歴史があって、ニット産地になったのは、うん、結構まあ最近のこと、うんうん、戦争が始まった時にやっぱ鉄の回収がすごくこう増えてしまって、うん、であのシルクが折れなくなってしまって、そこからなんか手編みでできるニットが始まったって聞いてます。あ、そうなんだ。勉強になります。なんかそういう日だけばっかりちょっと僕は興味があって聞いてるんですけど、うんうん、産地のことすごい調べて資料とかにされてましたもんね、横山さん。一応気になって、実際なんか亀田島っていうものがどれだけこう流通されてたのかちょっと気になって、うんうん、なんか昔のこう電車でこう運ぶ数とかが昔の資料から見れて、うんうん、なんか梅ってあるじゃないですか、うんうん、食べ物のあれもすごいあの作ってるんですけど、それよりも生地を作ってることがすごく多かったんで、でも畑がいっぱいあったんですけど、でどんどんこうなくなっていって、今はもう2社しかなくて、うん、その地域には2社、うん、それどっちもで亀田島っていうのを復活させたのは、うん、そのビジネス的にやっぱりこうもうちょっとこう、うん、お金を作りたいからっていうので復活させたっていうふうに聞いてます、うん、なるほどね。で今もニットのね、横浜ニットの生産量1位が新潟ですけどね、新潟の見つけと5選で、うん、なんかあんまり5選って知られてないのかなって思ってます。うん、そうかそうか。5選のニットフェスとかね、先ほどクラブハウスでも話題になりましたけど、ああいうので、うん、最近ですよね、ああいうふうに年に一のイベントも、ね、うんうん、結構若い子とかも入ったりしてもらおうと思って、うん、やってますね。あと東京の表参道の新潟ネスパスっていうところでも結構商談会とかやってると思います。そうですね、結構やってます。年に 2,3 回ぐらいやってるんじゃないですかね。あそこが新潟の物産会館みたいなところなんですよね。
上がもうそのスペースに2階がスペースになってて、あの新潟のニットメーカーさんがすごい集まってよく展示とかされてます、ね、もっと表参道の裏ですよ。裏、そうです、ヒルズの裏になりますね、はい、そんな感じでニットをこう広めようとしている活動は頑張ってますね、うん、なるほどなるほど。そんなこう真本シルクの産地で伝統的な織物もあって、ニットの産地でもあると、ニットの工場さんも多い、まあ、新潟を拠点に、その技術をブランドで生かしながら、はい、そしてお店も開いたのが2018年ぐらい18年ですね。3年前、ね、市内にお店を開いてるってことですね、うん、これをセレクトしてるんですよね、他のブランドさんもセレクトしていて、うん、まあ結構知り合いの方とか仲のいい方、あと新潟でこうアパレルをやってる人っていうのをちょっとまあ紹介したりして、うん、こういうなんか地方でもアパレルの仕事ができるっていうことをこう伝えたいというか、うんうんうん、いいっすね、うん、でも実際に自分がやってみてもこうやって生活してる人がいるんだと思えば、うんうん、そういう人が増えるかなと思って、それが狙いです。なるほど、もう5年目6年目ってことですね。じゃあなりますね、今年で。うん、分かりました。で、彦坂さんは、先ほどご紹介していただきましたけど、ブランケットの不惑のウールのブランドが最初に立ち上げられて、そこからカットソーブランドの糸と色ですよね。そうです。お、サンプルもある、やっぱショールームだからサンプルもあるんだ。これウールの粗毛の方ですね。ウールの粗毛の、そうです、細い16.5マイクロンの原料ですね。ウールの毛を使って、ちょっと番手は公表はしてないんですけど細い番手にして、うん、でそれで天竺です。天竺の、まあ、シンプル、うん、ジャージですね。ジャージを作ってそこからカットして縫製すると、うん、はい、カット&ソーイングしてると。カット&ソーイングして、はい、でカット&ソーイングって、うん、糸しか使わないじゃないですか。ボタンとかも使わない、はい、だから糸と色しか使わないんで糸と色というブランド名。あ、なるほどね。めちゃおしゃれで哲学的な名前自分で言っちゃった、うん、これが肌着と、あとカーディガンとかも作ってましたっけ。カーディガンもあります、はい、うん、カーディガンもあります、うん、これも糸と色だね、うん、そうです。で草木染めで、うん、ザクロの実ですね、あの赤い実を使って染色すると、うん、天然繊維のウールを天然染料で染めてます、うん、だ糸にもこだわり色にもこだわり、糸と色、はい、うん、おしゃれな名前です。おしゃれな名前ですねこれが名前がおしゃれですね、うん、はい。なんか美醜のニットの歴史はちょっと変わってて、ほうほうほう、美醜その高級な毛織物の産地なんですけど、うん、最初そのニットが、ビシュもニットいっぱい作ってるんですよ。そのいわゆるジャージと僕ら呼ぶようなニットの反物をたくさん作っていて、でそれがなんでそんな栄えたかっていう裏側は、実は織物で作るようなクオリティをニットで作ることができたら効率が上がるんで、すごい儲かったんですよ、うん、ニットにすることによって、まあ早く作れるので、やっぱ織物だとどうしても縦糸の成形の時間だったりとかもあるから、あの非常にこう時間かかるんですけど、ニットでは織物よりも早く作れちゃうん でそれで効率化を図るためにこの丸編み機が増えてジャージの開発が進んだっていう実は裏側があって、だ織物を減らすためにニットを増やしたっていう、実はねそういう裏側があります。で置き換えていった、いろんな織物の素材をニットにどん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 置き換えていって、でかつ置き換えることでそのニットだから伸びがあるじゃないですか。だからあのジャージのジャケットとかすごい15年ぐらい前に流行ったんですけど、うん、あのやっぱその着るものがすごい楽で伸びて、でしかもまあ値段もだから、ね、お値打ちでっていうことで、流行らせたっていうのがあるので、なんかそのやっぱベースに毛織物が盛んだっていうのがあるのが、こうちょっと美醜ならではのニットの、栄えた裏側に実はあるというのも面白いとこかなっていう個人的には思ってます。ウールが多いんですね、素材も。当然ウールのニット地っていうのがすごく多いです。なんでそこに注目着目して、ウールのカットソーを作ろうと思って、本来だったら高級スーツを作るような糸ですね、最高級のメリノウールって言ってメリノ種、羊の中でもすごく細い毛が生える羊
の毛だけを使って、うん、それをカットソーにするっていうことを、うん、してみたかったので、うん、そういうふうにこういう、まあ、肌着としても出るようなものを作っております。なるほどね、はい。その流れで、同じくプロデュースされてた峰村サフォー国産ウールですよね。それについてもちょっとご説明いただけますか。はい。これが。これが、こいつです。うん。こいつが。かわいい。彦坂さんが二人いる。あ、はい。あ、そういうこと。はい。はい、顔は黒くないですけどね、僕は。はい、かわいいですね。はい。ね、かわいいですよね。でこの、長野で実際毛刈りをするまあてか羊から見てるんでこれはちょっと愛着がやっぱ違うんですけど、うん、僕も、うんうんうん、やっぱ羊だった状態からセーターになるまで全部見てるんですごいこうなんだろう腑に落ちたというか実際ウールがセーターになるのが自分の目でまあ確かめたっていうのもあってすごく腑に落ちてる商品です。で、まあ、長野県で食肉用なんですけどもこういうサフォークっていう、まあ、食肉としてはもう最高のお肉ですね、はい、ものすごい美味しいし、かつこの峰村さんって方がその、うん、お肉が臭くならないような買い方をしてるんですね独自 で、うん、でそれによってこの峰村さんが育てたサフォークっていうのは幻の羊って呼ばれてます、美味しすぎて、はい、だからその普通のジンギスカンとかではなくて都内のフレンチのコース料理の出すようなレストランに卸されたりとかをしてます。羊のお肉ってヨーロッパとかだと最高級なんですよ。牛肉とかよりも羊がその、最終的にコースのディナーコースのメインディッシュで出てきたりとかするぐらい羊のお肉っていうのは非常にもともとそういう、最高のお肉として楽しんでもらえてる部分があるんですけど、日本でも同じようにそういう実は羊の肉っていうのがあって、でこの方がこのサフォークっていう羊を、400頭、育ててまして、でこの毛をですね刈るんですよ毎年、ゴールデンウィーク明けぐらいから刈り始めて、要は夏までに刈らないとこの羊たちが夏を暑くて越せないんですね。なんでこの毛を全部刈ってあげると400頭で、そうするとその刈った毛が800キログラム、800キロの毛が取れます、うん、でその800キロの、毛を今まではもう本当に使えてなかったですね。ただ刈るだけで、まあ、捨ててしまった、一部そういうちょっとこう、動物よけ羊の毛すごい匂いが強いのでそれによってこう野生の動物が近寄ってこなかったりするんで、うんうんうん、こう畑に撒いたりとかして使ってたりはしたんですけど、うんうんうん、それ以外の使い方が、見出せていなくて、でこれをまあ実際セーターにするのはすごい苦労があったんですけども、うん、まあ、無事セーターになり、うん、で去年ですねクラウドファンディングで、デビューさせたところ、うん、やっぱり 260% ぐらいだったかなんかの、うん、はい、達成率で、成功することができたので、これはまあやっぱこういうの毛をずっと今後しっかりと、使っていきたいということで、うん、今年の秋冬に向けて今、うん、一般発売、化を、やっております。おー、はい、ということは何月ぐらいに買えるようになるんですか、はい、秋冬向けというと、10月ぐらいにはやっぱ買えたら嬉しいかなと思って、でベストもあるけどセーターも長袖もありますのでね、高そう、はい、よりこう着る機会も増えるだろうし、まあ、こういう見えますかね、黒なんかだと、あ、表情が、はい、牧草が残ってますそのまま、そうなんですね、それそうなんです、すげえ、この牧草って薬品とかで全部溶かしちゃうんですよ紡績する前、うんうんうん、でもこれはあえてそういう薬品を使わずに洗うことで、ウールも傷まないし、まあ、そのままこの牧草が残る、でこれがその中の牧草であり、まあ、羊がそこでこう何ですかね生活してた証明なんで、これをもうあえて残して、強い文脈、強いストーリーきなりにもなんかテレビショッピングみたいになっちゃいましたね、きなりにも残ってるんですけど糸染めしてるんで、よりそこの、僕部分は染まらずに残るからこう目立つんですね。いや、はい、面白い、黒だし、まあ何も染めてないこの原毛自体もおすすめです。
でさっきの糸と色も染めてないけど、こんだけ羊の種類によって色の差があります。うん、おお、はい。こっちメリノ種、こっちサフォーク。うん、全然色、うんうん。これも面白いところで。同じウールね。同じウールのピュアの色なのに。そうですね。うんうん、めちゃめちゃ極細の素毛と、うん、めちゃめちゃ極太の棒毛っていうこの2種類の素材の差が、はい、これが同じ動物から、同じとか同じ種類の動物から取れるっていうのが、うん、すごい美酒の面白いところっていうか、僕らもものづくりしてて面白い部分ですね、うんうんうん、あー、はい、やっぱウール素材ってこうね、洗うと縮んじゃったりするっていうね、はい、厄介な素材でもあるけれども、はいはい、そちらの、ね、糸と色の方の細い方は多分どんどん縮むし、はいはい、こっちの羊さんはね、縮みづらいんですよね、家庭用で洗っても、ね、はい、すごい実際自分たちも洗ったりとか、あと織物を作ってそれが縮むかっていう、あの最後整理仕上げをしたりもしてるんですけど、すごいやっぱ縮みにくくて、うん、やっぱ張りがある繊維なんで、もともとそのスケールとかが絡みにくいんですね、だから、そのこう揉み込み洗いをしてもすごく縮みにくいです、うん、で逆にこういういい原料で、うん、今あの世の中的にはいい原料と言われてる、うん、細くて長いこういうメリノ種の繊維なんかはすごい縮むんで、まあ本当に洗えば洗うほどどんどん縮んじゃいます、うん、ちょっと洗い方を、まあ、どっちもなんですけど気をつけなきゃ、うん、いけないんですけど、うん、ウールってちゃんと扱い方を知れば縮みは抑えられるので、うん、まあ、それも一緒にこう伝えながら販売をしてます、うんうんうん、なるほどね。いや僕もね、買わせてもらいましたけどね、本当に今までのウールとはね全然違う、やっぱり素材の生き物みたいな素材ってあれですけどね、やっぱり手洗いしても、ね、全然縮まないし、 そこはね、うん、すごくいい、僕にとってはすごくいいポイントですね、うん、そこは、うん、あとすごい糸に表情あるんで、普通のこういう天竺平編みでもすごくセーターとして表情があるんですよ。あ、確かに、うん、ケーブルとかにしなくていいんで、全体的には軽いんですよ、すごく、やっぱケーブルとかにすると結構重くなっちゃうんですけど、うん、これ普通の、はい、平編みなんで軽いし丈夫だし、うん、まあシンプルで本当飽きが来ないんで、うん、すごいヘビロテをおすすめできる、うん、ガンガンでも丈夫な、はい、うん、セーターです。毛玉もなりにくい。なんか欲しくなってきちゃいますね、話聞いてると。いいですね、はい、今なら、はい。まだ、ね、まだ買えない。これを見ていただいた方はってやつ、はい、ニットの日なんで。そうね。はい。そっかそっか。彦坂さん、不惑のね、ブランケットとかもプロデュース、ブランドやってるし、はい、ニットもそうやって展開してますけど、はい、今日ニットの日なんで、ニットの、はい、彦坂さん感じるニットの良さとか魅力ってどこにあります？うんうん、ですね、まあ、なんで今みたいな話をすると、うん、なんとなく伝わったと思うんですけど、うん、その原料ですね、このウールの原料っていうものを消費者とかユーザーに伝えるのに、一番適したアイテムってこういうニットじゃないかなって僕は思うんですよね。うん、なんか、まあ、ちょっと物違いますけど、こうやって糸を作って、じゃあこれを伝えようと思った時に、やっぱ着てもらいたいじゃないですか。うんうん、でそうなった時に織物にして、うん、まあ、そこからこうデザイン考えてジャケットとかコートになるのももちろんいいんですけど、やっぱセーターって糸からそのまま服が、まあ、できるというか、すごい直結するんで、これを着ることで糸のその良さだったりとか着心地だったりとかっていうのがこう伝わってしまうっていう商品だと思うんで、まあ、そこにニットの魅力があるんじゃないかなっていう、なんか糸に一番近いっていうのがニットじゃないかなって思いますね。糸に近いね、はい、糸の魅力を伝える最適な洋服ということですね、はい、ツールということですね。なるほど、わかりやすい。両方やってるからこそね、多分感じてる部分でしょうし、はい、逆に織物はすごい過程が長い分、うん、そういう、ものづくりの流れの過程を語ったりだとか、うん、あとその、うん、こだわる部分がたくさんあるんで、差別化もこうしやすかったりはすると思いますけど、お互いいいとこはあると思うんですけど、ニットの魅力ってやっぱその糸とか原料ってものをダイレクトで伝えられるっていうところかなと、うん、個人的に、うん、なるほどね、変わりますね。そう、彦坂さんは、4月の22日にお店もオープンするという予定が、はい、これからの予定ですね。一方で横山さんは新潟でね、もうブランドを5年前からされて、お店もね早くからされてますけど、こう産地でブランドを作る、服を作るということで、はい、まあ、自分的な魅力とかお店をやっているからこそ得ているこう感覚とかってありますか？
ああ、でも結構ありますね。なんか、うんうんうん、作るニットを編む人とかの悩みとか、うんうん、なんかこういうことをしてみたいっていうのがあったりするんですけど、そういうのを聞いて、じゃあなんかそれを生かして商品作りしてみましょうとか、うん、実際になんか自分たちはこう生地サンプルを作るっていうよりかは、そこでじゃあちょっとデザインにしてみて、うん、で実際にこうお客さん、お店で販売してお客さんがどう思うかとか、うん、なんかそういうのをこうちゃんと伝えられるっていう、こう商品を作る流れみたいのをこう一緒に考えられるっていうのは面白いところかなと思いますね。そう、あと糸の展示会とかなんか一緒に行ったりして、あ、岡山さんのブランドなんかこういうのいいんじゃないとか、うんうんうん、でなんかこの糸とこの糸一緒にこうよってオリジナルな感じにして、こういう風にしたらいいんじゃないとか、でもコストがこんぐらいだから、じゃあこれ張り抜きにしてやろうかとか、うん、なんかそういうのなんか結構もう1週間に1回行ったりとかして、普通にこうコミュニケーションを取って、うん、あ、この人こういうの求めてるんだ、工場の人が言えなくてもこういうの求めてるんだとか、あとこういうデザインの方がちょっと面白いのかなとか、着る人がなんかコーディネートしやすい洋服になるのかなとか考えられたり、そういうこと、ね、そういうのはなんかすごいなんか感情が伝わってくるので、それがなんか面白いですね。なるほどね。じゃあその産地の人たちにはね、お仕事として依頼してるんだろうとは思うんですよ。依頼なんですけど、はい、距離が近いから、そこで会話がね、その発注受注の関係にとどまらず、一緒になってブランドのことを考えてくれたり話せるっていう関係だってことですよね。そうですね。あ、これは確かに東京にいるとなかなか気づきづらいですよね。ここはいいですね、うん、そう、なんかこの糸使ってみたいですけど、うん、みたいな、逆にこう提案というか、新しい、あ、確かにいいですねみたいな、うんうん、めっちゃこれ作ったら相当長くになりそうですよね、そうですね、うん、みたいな会話とかしたりとか、同じ方向見れるんですね、工場の職人さんたちと。そうですね、うん、でもちょうどでも僕がこういうものを作りたいっていう、うんうん、まあ、天然素材のこういうのを作りたいっていうのと、うんうん、工場側が、まあ、僕が使ったところはやっぱ天然素材でやっぱシルクが強いんですけど、うん、だからそういうものがフィットしていて、なんか同じところを目指せるかっていうところがあるのはやっぱり結構いいなと思います、うんうん、なるほどね、うん、あとでお客、お店もやってるからお客さんの声も聞けるから、買ってくれる方と作ってくださる方の両方に近い距離に身を置いて、ブランド活動っていうところがね、多分横山さんにもフィットしてるし、それがブランドにも生きてるっていう感じなんですよね。うん、そうですね、うん、あとさっきちょっとクラブハウスでおっしゃってた産地だから、うん、いろんな工場さんがこういうコロナ禍で仕事量が減ってどうしようかと次の一手を考える時の相談相手であったり、うん、一緒にこう自社製品を作ろうみたいな動きもやっぱりあって、それが近いから一緒に動いてるっていうのもあるんですよね。あ、そうですね、まあ、これもニットじゃないんですけど工場の話なんですけど、うんうんうん、やっぱりこう一回こう落ち込んじゃって、みんなすごいマスクめちゃくちゃ出したんですよ、うんうん、で新潟に住んでる人たちのやっぱこう新聞のチラシとかに入ってて、みんなそれで知ったりするんですよね、うん、でマスクってやっぱもう1000円とか損害で買えるから、みんなそれで結構マスクしてなんかいいわねとか、うん、でそこからなんか素材の良さだったり、そこはシルクの工場だったんですけど、うん、シルクの良さを知ってくださって、うん、で知ってくれた人がすごい多いから、そこからじゃあ商品を作ろうみたいな、うんうんうん、そこからじゃあ洋服を作ろうっていう感じになっていくのが結構増えてるかなって感じです、うんうん、マスクをきっかけにそういう製品を作って売るっていうところから、そうですね、あのブランド、なんか自然にブランド化していく感じがすごいある、うんうんうん、製品化ってね、受託で作ったことがってことですよね。そうです、そうです。でも逆にどうですか、そんな簡単にねブランド活動っていう風にいかないと思うんですけど、はい、この辺は課題とかどういう風に感じてますか。課題は結構感じますね。うん、なんだろう、そのさっきも違うところで話してたんですけど、うんうんうん、なんか素材が良くて買ってくれる、うん、人、うん、すごいやっぱいっぱいいるし、うん、かといってなんかデザイン性がもうちょっとあってほしいっていう人もいたりとか、うんうんうん、うちのブランドで結構あるのが、お店やってて
結構お客さんから言われるんですけど、うん、もともと野良木の素朴な生地を使ってて、うんうん、他にも作ってる人はおばちゃんとかいるんですけど、うんうんうん、その流通しているものの中で自分の好みのデザインのものが全くない、あ、なるほどね、うん、っていうところからなんかうちを検索してくれて、うん、そういう生地を使っていて、うん、ちゃんとこういろんなところに着ていきたい洋服を変えるっていう、うんうん、その素材の良さとそのデザインのマッチ感みたいな、うんうんうん、をちゃんとこうやっていかないと実際にこう、うん、売るっていうこと、お客さんがこう求めてるものってすごい作れないのかなってちょっと思って、うん、なるほどね、なんかそこら辺が結構課題なのかなと思います。ただ作ってやっぱ売るっていうのはすごい難しいことだなってちょっと思います、うん。そうですよね。工場さんが一社で自分たちだけでやると、まあ、もっと難易度は高いと思いますし、なんか悩んでるって話も僕も他産地、いろんな産地から聞くんですけど、横山さんのようにこう若いくてデザインやってる方が産地にいると、まあこう逆になんか頼れますよね。うん、頼ってもらえると嬉しいんですけどね、それがちゃんと結果となって出なきゃ、僕もなんかもやってても本当仕方ないので、結構自分でもこう依頼をもらって製品はできるんですけど、うん、それが結果どうなったかっていうところまでちゃんと見ないと、そうですよね、本当になんかもやってる意味ないというか、いや本当そうだよね、なんかそれでなんかデザイナー料とかもら、うん、デザイン料もらったとしてもなんかその分本当は回収してほしいみたいな、そうだよね、そうだよね。チューリップ面線だから売れるじゃダメだからね、これからはね。そうなんです。だからなんかその企業一つ、うん、一つの工場とかブランドを持つなら、そこがすごく強くならなきゃいけないから、そこをまずこう育てていくっていう行為が一番重要ですよね、うんうんうん、でも本当今までの畑と全然違うことだから絶対難しいんですけど、うん、そうだよね、ここでも近くにいるから一緒になんかやって、うんうん、でもっとこうしていきましょうとか、売れない理由をちょっとこう探していくとか、うんうんうん、問題解決していくのがすごい大事だなと、うんうん、そういうことですよね。その産地のその会社の技術とか魅力って何だろうとか、他の会社にない魅力って何だろうっていうのを一緒に考えて、最適なさっき言ってたデザインをしっかりと結びつけて、お客さんを想定して、うん、それに対してのスケジュールとか値段設定とか売り方伝え方っていうのを、まあ、一緒になって、まあ、逆同じ視点になるっていう逆バージョンですよね、これまでと。そうなるんですかね。なんかずっとでもこれやってるか、うん、他の視点があんまよく分かんなくて、うん、いやなんかね、だから僕なんか、ね、東京からいる視点で考えると、そう、東京でブランドをやるだけじゃなくて、産地に身を置くことによってですね、冒頭で言ってたまあ、メリットっていうとあれですけど、タンパクですけど、そういった部分と逆にそういう今だからこそ産地と一緒にこうなんかやろうっていう時に、うん、楽しいじゃないですか、若者として。あーでも楽しいですね。てか実際も年齢の差がすごくあるから、そういう話とか聞いても面白いし、ね、実際なんか頑固だなっていう風に感じることとかもすごいあるしおっちゃんとかね、職人さんとか。でもなんかこれ良くないかって、すごいこう自分で作ったものをこう見せられたりとかした時に、いやでも 僕たちの世代着ないかなみたいな、あこれ誰買うんですかみたいな、結構僕言っちゃうんで、結構そこぶつかる系ですね、ちゃんと正直。なんかすごいなんか、うん、これ買う、なんかこれ作ったんですよつって、すごいケーキみたいな配色で、ストロベリーケーキみたいなでもその人たちが持ってる売り場って結構こう年齢層高めなんですよね。うん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 、いや 着ないんじゃないですかねみたいなまあ関係性築いて腹割って喋るの大事ですよね、そこは。そうですね、うんうん、なんかそこもなんか腹割ってる感覚もなんかあんまなくて、あ、なるほど、ね、でもやっぱりちゃんと受け止めてくれるんで、うん、ここしたらいいんじゃないですか。でもこの配色、他にもあったりするとこの配色の方が綺麗な気がするみたいなとか、うん、同じ目線で同じ方向向いてるってことなんですね、そこは。そうですね、うん、向かい合ってるってよりかは良くしていこうっていうところで、良くしていこう、そうですね、なんか別になんか忖度じゃないけど、うん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 、なんか良いしょしようみたいな感じではなくて、うん、そういうことですよね。うん、うん、なるほどね。彦坂さんは一方でね、産地の企業に勤めながら、そこのブランドと
まあ、そこの仕事としてはプロデュース業だと思うんですけど、うん、逆にこう産地を拠点でそこから発信していけますけど、なんかこう逆に伝わらないとか売り方とかで苦戦してるようなこととかってあるんですか？実際やりたいんだけどどうしたらいいか分からないっていう方とか、そういう相談って、でも産地にいる立場としてはやっぱそこをどん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 具体的にしていかなきゃいけないので、まあ、そういう仕組みを作るためにも、美州産地にいながらも売ることができるっていう状態を作ることが結局一番近道だし、その人たちも美州産地にお店があれば見に来れるんで、じゃあ実際どういった人が買ったかとか、どういった人が欲しそうにしてるかっていう情報とかをねキャッチできると思うので、やっぱ都心でしか売ってなかったらそこを実際見に行って産地の人がこうマーケティングをしてできないと思うんで、やっぱ産地の人が買いに来てるとか、もう身近な人が買ってるっていうことを作り出すことができれば、そうやって売るってとことか、じゃあどういった人にめがけて作ろうっていうことが次考えやっとられるようになると思うんで、だからそういうところを産地に生み出す、で生み出していくと産地に行くことでの、メリットがどんどん生まれてくる。あれ、うん、今消えました？一瞬だけいなくなったけど大丈夫でした。だからそうやってこう産地で物を売ることができるとか、産地の人が買いに来ることができるっていう、ことを産地で生み出せれば、やっぱりもっともっと産地でやるメリットが生まれるんで、そこも同時に考えてかなきゃいけない。すいません、電話があ、電話があるとね。岩崎さんから電話が今2回来てなんか言うようかもしれない。急ぎのようちょっとお待ちください、岩崎さん。ちょっとお待ちください。はい。って思いますね。だから そこまで作ることができると、より産地のメリットが上がるんで、まあ、自分は一応そうやってファクトリーブランドとして始め出せて、まあやれてきたので、じゃあ次自分がやることはそれを売る場所とか、売ろうと思うようにみんながなれるような環境を作っていくことだなと思うから、産地に拠点だったりとか、産地にそういうものを並べられる場所っていうのを作ろうと思って、今この場所を作ってるっていう。そこですね。はい、ですね。はい。4月の22日オープンなんですね。そうですね。すげえな。まあ、いや、まあでも恵まれてるんで、美州はやっぱ名古屋っていう都心がすごく近いんで、そういう商業的なチャンスもやっぱあるんですよね。あると考えてる。だから、十分この場所でも商売成り立つなっていうふうに考えられるし、やっぱりその工場にショップを今作ってるんですけど、工場見に行きたいっていう方はすごく多いっていうのも、実際工場でイベントやったりとかして、そこに来る集客だったりとかを見てると、明らかにやっぱりみんなこう店員の工場見学とかには興味持ってるなっていう実績もあるので、だからそのまあ都心が近いっていうメリットと、やっぱりそんだけ繊維っていうものが身近に根付いてるっていうこの町のポテンシャルを最大限に使っていけば、十分可能だなっていうふうに称賛を持てたからやってるっていう、ことですね。高坂さんも年々こうね、伝えたいこととかね、発信量がどんどん増えてますけど、はい、今はねもう YouTube も始めて、クラブハウスでも活発で、ラジオもね、FM ラジオも出てるんですよね。 FM 一宮に FM があるので、その FM 一宮でラジオ番組をやらせてもらえることになって、でその協賛も地元の銀行さんがやってくださってるので、なんかすごいその町としてやっぱり美州っていうのを盛り上げたいんだっていうのは、やっぱみんながみんな思ってるんですよね、どっかで。なんだけどどうしたらいいか分かんないから、なんか僕たちが具体的にそういったラジオ番組作るとか、ブランド作るとか、ショップ作るとか、イベントやるとかをどんどんやっていくってことが、こうやってやっていけばいいんだっていうふうに皆さんこう連鎖して、で自分ではできないけどそれを応援したいって思ってくださる方とかもすごくやっぱ増えるっていくので、まあ、やっぱり形にしたりとかすることってすごく大事だなって思うので、それにやっぱ専念したいなってのを思って、まあ、今回コロナがもう起きてより産地にいる時間増えたんで、だからこうそうですね、すごいそれも時間が増えたのもよ、まあ、逆に良かったなっていうふうに、低産地ができたんで、出張だらけでしたもんね、これまで。結構そうですね、結構出張も多かったし、まあ、呼ばれちゃうことも多かったし、でもその、これが起きたことで産地に来てくれる人が増えたんで、こっちから行くんじゃなくて、じゃあ行きましょうかって人も増えてくれたし、
まあ、だし、その、この状況でもやっぱ来てくれる人ってすごい熱量な方たちがやっぱ多いんで、そこからこう仕事にやっぱつながったりとかもするし、まあ、宮原さんがやってくれたあの展示会とかも、やっぱり熱量のある方しか来てないと思うんで。そうだよね。行きますもんね、本気の人は、すぐに。はい。だから濃くなったなと思います、よりいろんなことが。なるほどな。まあ、そして4月22日、場所をオープンして、そこで販売もいよいよ始まると。始まります。今まで自分が手掛けてきたファクトリーブランドも全部総揃いするし、その店でしか買えない新たなその新見本工場っていう冠をつけた新見本工場というブランドを作るんで、もうそれは新見本工場と新見本工場のオンラインショップしかも買えない。だから、もう僕たちが要は卸値で販売します。はい。なるほどね。ああ問屋みたいな感じですね。そうです。もうだから本当にメーカー直売価格だから当然値段は、普通よりも安い。まあ本当当たり前のことで。でも僕らからしたら卸売するのと別に利益は一緒のことなんで、別にこれで自分たちの商売がちゃんと成り立てばいいし、それで数がやっぱ売れてくる、売れることで、より産地に仕事を回すことができるんで、もう美州のいろんな旗屋さんの生地だけを使って、でそれで、いい、定番的に誰もが買いやすいようなデザインのものをプロデュースして作って、でそれを卸値っていう絶対ありえないの値段で販売する、でそれに気づいた消費者っていうのは必ずそこに流れてくると思うんで、でそれをやっぱり産地までわざわざ来てもらった僕たちの恩返しっていうものにしていきたいなっていうふうに考えてます。なんか卸値で EC で全国とかじゃなくて、もうそこでしか逆に買えないってことですよね。買えない。うん。うん、それは大事な気がする。重要なポイントな気がする、それは。はい。うん、どこでも買うんでもね、卸値でってやったら違うと思いますからね。違いますね。なったらそれが卸値だから、それで買ってもらって、買った人がちゃんとサービスとか場所とかを、まあだから、通常、産地で買うのと百貨店さんで買うので、それは百貨店さんで買った方が値段が高いんだよっていう世の中にやっぱしていきたいんですよね。まあね、そうですよね。当然、そう、まあ、服って工業製品だからそうはなってないんですけど、まあ、野菜とか食べ物って産地まで行ったら産直って言って安く買えるじゃないですか。服も本来そうあるべきだなっていうのも、まあ、ずっと思っていて、だから、それを、そう、卸した人がいるから、卸した人がまた利益を乗っける。その代わり、そういう都心だったりとか便利なショップで、よりその販売のプロの方がいて、そういう方が接客するから買える。だから、その分高い。それが普通のものの流れだと思うんですけど、洋服って上代ってのが決まっちゃってて、どこで買っても同じ値段だから、結局僕らみたいな産地がすごく安く作るしかない、元のコストを抑えて作るしかないっていう風にそこで縛られちゃってるんで、そうじゃないっていうことをこれから作っていきたいんですよね。なるほどね、新しいチャレンジですね。ですね、はい。まあ、そういうなんか新たに始めたいファクトリーブランドの本質かなっていうふうに考えて、そういうことだよね。はい、やろうと。産地の新しい流れですね。はい、島田さんいかがですか。初めてのお二人だったと思うんですけど、はい、ニットの日っていうきっかけでしたけど、ものすごい勉強になってなりました。勉強になってすごい、もう、すごいな、感心してずっと話聞いてばっかりでしたね。全然ちょっとニットのこと忘れてましたわ今。これはもうクラブハウス様々ですね。そうですね、本当に。いや、ちょっとね、いろいろもっともっと聞いていきたい、お二方来ていただいてね、聞いていきたい気持ちはちょっと山のようにあるんですけど、番組のね、ちょっと尺の問題で、我々もスポンサー募集中ってことですね。そうですね。違うか。お二人のこう今後の活動ですよね、それ情報発信とかって、それぞれどこでキャッチアップすればいいですかね。基本的に情報は、インスタとか。インスタね。が多いかな。あとホームページ。ホームページはちょっと最近新しくして、なんかブログみたいなページがあるんですけど、そこでちょっとこれからインスタとかじゃなくて、ちょっとなんかもうちょっと詳しいというか、内部的なことをこう伝えられていけたらいいなっていうページを作ろうと思ってます。まあ、表面的なものでもインスタとかで見れるかなっていう感じです。じゃあ速報的なニュースはインスタで、ちょっと文章で背景まで書いてくださってるのはウェブサイトをチェックってことですね。わ、はい、かりました。
彦坂さんちょっとチャンネル多いんですけど、どれを見ると確実ですかね。はまあでもその美州のカレントっていう美州産地で働く若手の職人のグループを作ってまして、それのインスタグラムとあとそれのツイッターですね、これで最新情報は常に更新してます。で美州のカレントのホームページもあって、まあ、そこにこれからいろんなその美州のプロデュースしたものとか取材したものっていうのをどん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 載っけていきたいので、美州のカレントっていう名前でツイッターインスタグラム見てもらうのが一番あのいいと思っております。はい、わかりました。今日はねオールニット日本のボリューム40のゲストとして、ニットの日にクラブハウスで出会ったお二人にニットの魅力や産地働くことについてちょっとお話しいただいたんですけど、これまたちょっとね深掘りの話それぞれゲストでまた改めて出ていただきたいですね。そうですね、41とか42とか43とかにそれぞれね直近ですね来週でも再来週でもウェルカムっていうことですね。ありがとうございます。いやなんか本当面白かったです。本当に即興的に今日のね今日出会って今日こうやって出ていただくみたいな。いやすごいですね。なんか本当に打ち合わせなしの台本なしの生の声がそれぞれ聞けて、面白い回だったと思います、はい。それでは新潟横山さん、愛知県から彦坂さん、お二人とも出演ありがとうございました。ありがとうございました。第40話でした。どうもです。はい、また、彦坂さんちょっとビューってやってもらっていいですか。その新日本工場の中をなんかすごい画質綺麗なんですけどめちゃめちゃ、そうですよね。12ミリ、おーすごい、ですごい。これがそうです、ノコギリ屋根で、はい、これはすごい、行きたい。あすごい広いね。72坪のもともと日本工場だった北巻織さんの見本工場の跡地に、こうやって製品のすげえ、ちょっとまだあの散らかってますけどね、はい、でさっきの糸と色とかポップアップショップみたいなイベントもしやすいですね、こういう作りだったら。あの卓球もできます、すごい、卓球もできます。面白い。いや4月が待ち遠しいな、オープンが。はい、でなんと真ん中にショーンヘル、ショーンヘル食器、シャトル食器、シャトル食器、はい、これはもうあの見るだけじゃなくて触れますんで、禁断、そうです。実際はたばだともちろん触れないんで、これは触れます。で、まあ単物もあるし、まあ、あとうちだけじゃなくて他の企業さんもこうやってショールームとしてもやってくれてます。すごい、なんか商品数がめちゃくちゃありますね。美州の魅力詰まってる、テキスタイル、へ、ちょうど今商談もしていただいてます。あ、これはね邪魔できない、はい、邪魔できない、はい、で産地直送の服ということで、今これオーダーの商品も開発してもうすでにやってる、こうやっていろんな旗屋さんの生地をご自分で選ぶことができて、で今第1弾これズボンですね、6サイズの中から自分の好きな生地でこのズボンが作れますよと。例えばこうやってチェックのものがね、これできたりとか、はい、するということも。いや楽しみ。これあの、岩崎さんの記事ですね。あ、見たことあります。はい、岩崎ジャガード。いや楽しみだな。オープンしたらもう行きたい人いっぱいいるんじゃないですか、ここは。いやそうですね。まあ本当に今までない場所なんで、まあめっちゃ楽しいと思いますよ。はい。じゃあまたオープンしたら、僕も行きますのでまたお話聞かせてください。オープンした後の話とかもね、はい、行きたいです、はい、楽しみにしてます。こんな感じです。はい、はい、どうもありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。またクラブハウス楽しみにしてます。またお願いします。呼んでください。はい、また喋りましょう。失礼します。バイバイ。
バイバイ。